の、ホリプロのコーナーのお笑いのゲーム実況イエーイ。せーのの意味ねえから。やってんな今日も17年やってっからね俺ら。せーのの意味が出てるんだ。はい、ということで今回も来ましたよ。はい、ということで、はい、45度です。よろしくお願いします。はい、サクサクいきましょう。第45度、土屋ジオン、ハヤトです。リンクジオン、そして私が、岡安、あ、じゃないや、岡トレインヤスです。よろしくお願いします。岡安って言っちゃってる。岡トレインヤスです。そして私が、小津池輝明です。よろしくお願いします。小津池さんだと分かんない、うん、いやもう小づくりさんって言うと変じゃん。なんか池ってなんだよって話になっちゃう。いや、下池だから、本当は下ネタなんか言わなきゃいけないよ。なるな、うるせえじゃん。お前らだ。うるせえ。土屋さん、今日は、はい、うん、今日はですね、はい、もちろんこれです。ドラゴンズドグマオンライン。面白いゲームだね、ほんとね。だいぶやり慣れ、まあ、やり慣れたってこともないですけど、はい、分かってきたんじゃないですか。だんだんね、掴んできてね。はいはい、ね、で前回はね、下池さんが、うん、あのガチャ引いて、意識装備と、もう結構強い武器を引いてハンマー装備して途端に調子に乗り始めましたね。マジで10倍くらい強くなったからね。だってさ、もうカメラ止まって、じゃあ一旦休憩ですって一人でなんか城戻れっつってんのに一人でもうちょっとやらしてハーピーとか倒したから一撃で倒せるような、一撃です。はい、ということでね、今回もそのドラゴンズオンライン行きたいと思います。はい、はい、じゃあまず早速、はい、画面どうぞ。ドン。お、これは、あ、岡安さんですか。はい、お母さんがなんかいますね。あれ、お母さんは盾変わったんですか。盾ね、これ買ってたんですよ。この間買ってたのに、はい、これ装備できてなかった。あ、間違えて盾なかった。確かになんかね、買ったって言ってた割にはしょぼい盾だったなと思って。木の盾だったから、ね、そうですね、うん、なんかちょっと良さげな。これが本当の方ね、うん、あと、はい、私もちょっとガチャをやりたいから。シルバーチケットないじゃないですか。じゃなくてもできるんですよ。あ、黄金石使ってるガチャ。黄金石使ってるガチャ行きたいと思います。私もね。いいですね。下池ばっかりよ、なんか強いのやってや。ずっと羨ましかった。全然羨ましかったのかよお前。違う、羨ましいじゃん。俺ずっとこうやってやってないといけないんだ。俺も一撃で倒されますからね。俺もねちょっと参加できない。これちょっと下にやってください、もうちょい。もうちょいした。だってこれでしょ、さっきも。いや、アニバーサリードット やりたいんですけど、うん、これもおすすめなんですよ。何これ。今ね、これ夏なんで無役の水着もガチャで出る。いらないよ。え、水着防御力強いのこれ。だから俺の使ってるマチルダさんみたいな、そういうセクシー系目指してる人はやっぱこのガチャ。セクシー系目指してる人、男性のもあんなセクシーな感じで出てきちゃうんだ。いや、そうですね。なんだよあれ、もっこりじゃねえかよ。あなた方はほら男性のキャラ選んでるから、まあ、そのだからもっこりがさ、そのこぼれちゃったりするポロリがある可能性もあるでしょ。そうですね。だからやだよ、俺もっとちゃんとしては。うちの女性マネージャー今喜んでます。喜んでる。おい、こらガチャ回せ、そっちに使えと。ダメだよ、俺じゃあこっちじゃないもん俺。そうだね、だ俺アニバーサリーの方だよ。行ってみてますか。もっこりリもっこりロットで、こっちでも水着出てきたらどうするこれ。あれだよ、それよし、じゃあ回すよ。お返すも狙い目的には意識セット、はい、意識セット欲しい。いやもう下池と俺に憧れてるじゃん。ちげえ、お前に憧れてるわけじゃねえ。お前より強いやつ出して。俺はかなり強いやつだね。マジでお前より強いやつ出してくれよ。これは5回回すやつで、5回。まあ SS ですよ、何これ。何これ、マグロ探検ソードですね。これ装備できんじゃないの。いや、できない。探検じゃないの。そうです、シールドセージだから。ああ、じゃあダメだね。いきなりできないやつじゃん。俺らがファイターとかできるやつ。いや、あげるよ。あ、これウォリアー用の体験だ、体験。俺も無理ないですか。俺もいけんの。いけない、いけないです。小林さん、あの大きい盾のマークのやつがついた。俺知らない間にあの大きい盾の人になっちゃってんだけどさ。で、これさ、ガチャ回すとためとかなしでいけんと思って出るの。お、ああ、あ、これもダメだね。これもファイター用でしょ、ね、これ俺が使えるやつ。そうですね、くれよ。クロスレイピア取り返す。できないの、そういうの。よし、ちょっともうちょっともうちょい祈りを下げて、うんうん、そうだね、そうだね、いくよ。やっぱ掛け声大事、うん、せーの。せーのなんだ、掛け声。いや、わかんねえ、何言ってんの。待って待って、大きい盾出ろね。いや、大きい盾出ろ。なんだそれ、来い。ん、おー、でも、服出たよ。何これ、意識セット。鎧じゃん、かっこよさそう。意識じゃねえのかな。いや、でもいいんじゃない。いや、鎧でしょ。強いよ、わかんない。もっとし、レベルで、あ、レベル1からいける。いけるいけるいける。わ、すげえ、誰でも切れるやつだ。あ、すげえ、いいですよ。
体力、見て、体力118になるよ今だって防御力34が360 10倍の差になりますね。よし、いい、こういうことですよ、こういうこと。だいぶ耐えられるようになるんじゃないですか。よしよしよし、10倍だもんね、はい、34だね。 あと2回。どうする、1回水着行く。行かない、なんで水着はいらないんだよ、ね、鎧が来たんだから何鎧が下半身の水着出たらよし、組み合わせ的に盾欲しいんでしょ。盾が欲しい、うん、武器を俺の元へ来い。あれちょっと、でもこれいける、剣、剣、あれこれをそう、岡安の持てるやつ。あ、違う違う違う魔法のやつ違うかい。プリスト用のラスト、ラストラスト頼む、マジで頼む出るな、マジ出んな、出んなかーくそ、俺の武器出ろ、俺の武器頼む、大きい盾出ろ。じゃそこじゃないんだ、一個ずれてるから来い。うわ、ハンマーよ、俺のやつだ、ハンマー、俺のやつ、掃除機みたいの出ちゃって、掃除機、はい、俺のやつだね。カットかな。しかもあんま強くないね、しかもいや、結構強い。何転職する、強いやつがあるから売ればいいんじゃない。転職するとでもまたレベル1から売って買えばいいんじゃない、武器。ああ、それもありだね。結構高く売れんじゃないのだって、うん、アイテム、なんだその手段ガチャで引いたやつ売るの売るアイテムポストで1回ね、あとそうトレジャーズを取って、ね、高く売れるよね、大丈夫だね。そこはいや、売れると思うよ。で、鎧は装備して、あ、で、あ、すげえ売り値がほら、お、すげえじゃん、1万。あ、これ強いのやろうよ。あ、そっか、高いの買っても装備できるか分かんないの、どこレベル的に。どこ、アイテム、ボタンボックス来た、いくよ。いや、それじゃねえ。じゃーん、イエーイ、たなんか強い、なんか変じゃない、なんかあ、お前の最初のやつの方が変だよそれがない、なんか最初の方がいいと思う。じゃあ武器屋行きますか。武器屋行きましょうか。武器屋で、とりあえずお金作って、これこれ、あ、弱くなっちゃう、弱くなる。武器屋で売ろう、で、どんな作戦だ。強い盾やら買いますか。どっち、こっち、あ、商店区でいいよ。よし、はい、じゃあちょっと、はい、あの、まず売ってお金をね、スタートボタン、アイテムで、R1、装備品に変える。いくらで売れるの。おお、1万で、四角で全部チェックしてって。おお、うわ、もうお店の人びっくりするんじゃない、こんなすごいの持ってきちゃってでも結構そういう人いいんじゃない、そのガチャ引いて。よし、いくよ。いや、お店の人そんな感情ねえからいいよ決定、全部で42000ゴールド、イエーイ。で、買う方でバツバツ、うん、あら、よし、つれやつだ、ね、剣買いなよ、剣、ザッキーのね超強いやつかな。どうぞ、してあ、そこら辺のどれ、あ、でも500、シャトーシェード、あ、でもレベル34じゃないと持てない。なんだよ、あ、結局そうなっちゃうんだね。うわ、ダメだ、モノリスまでしか持てない。俺がもう今持ってるやつじゃん。だからロッド買えば、ロッドあるラージウッドでいいんじゃないか。下下下下ロッド、あ、ロッドいいじゃん。ロッドもレベル16ストライクロッドは、あ、それギリ買えるけど、あんま変わんないよね。いやいや、変わるよ、26。こいつ調子に乗ってんだよ、こいつ弱いね、攻撃力が1000ぐらい一気に上がったもんだから26上がってる、まあ普通だけど、いい方だ、上げた方がいいんじゃない。いいんじゃない、26上げようよ。買った、うん、買った。え、防具も買われるんだったら買っちゃっていいの。どれ、ね、下下下、防具売ってないのか。あ、売ってねえな、売ってねえか。よし、まあいいや、まあ強くなった、ね、うん、強くなった、強くなった、まあ、なったなった。よし、じゃあちょっと装備、あれ、装備、装備してるでしょ。あ、そこ変えないと思った、それ、はい、それ、ランタン持ってる、ランタン持ってるね、いいですよ、OK。 よし、その隣の店ってちなみに防具、あ、防具屋なんだよ、防具も買っちゃえば、買っちゃえば、お金だったらいっぱいあっからで、要はこの縦のマークがついてれば、うん、その装備できる。シールド全然ねえな、シールド。あ、来た、来た、ここら辺だね、ここら辺のレベル10…13…11 まで28しか上がんないの。いや、でも全然もう上げてった方がいい、金もあるし。
俺金あんだよ。物理防御力28で今度はいろいろですそこら辺のローブはこの辺はもうほら俺の方は全然346だから何が防御力ね、さっきガチャで出したやつだもんね、うん、そんなにあんの、それでも持てない、レベル22からそれだね、エリートクラブ。ああ僕3、あ、すげえじゃんお前マジでよ、お前マジで、お前は俺防御力1097しかないわ今のブーツ買ったんだ抜かれたなそれだこれか、あ、28に上がるからね違う、これ累計だからね。あいつ腹立つわ、調子に乗ってるわマジで。土屋さん、なんで教えたんだよ、あのやつに。教えなきゃよかった。攻撃力も1240しかねえよ。レザーパンツ買って俺もレザーパンツ買おうかな、守備力低い。こいつマジで2から3に上がる。レザークローク受けんのかな。とんでもないでっけえやつに頭ガチコンってなればいいんだ。レザークロークは、レザークローク、あ、いや、それは、下がっちゃう。OK、じゃあちょっと強くしていこう。装備は今する。うん。あ、強くない。俺、お前にだけあの炎のやつとまとわせない。同時に行っちゃうから。いや、腕とかも全部つけられない。これが？うん、強くない。女の子みたいになっちゃった。ほんとだ、女みたいになっ、え、なんでなんでなんで。腕も多分、買ったから、下そこ。女性装備これもしかして、ズボン履いてないかな、履いた、スカートでこれ設定で兜とかぶってるけど、ああ変えれるよね。そう、画面にはかぶってないようにできるし、まあいいよ、 OK、 よし、じゃあちょっと、よし、 OK だね、岡安さん、岡安さん OK、 はい、俺多分頭その設定にしてるから一式だから本当はかぶってるよ。あ、そうなのかもね。俺してる、その設定もする。まあいいんじゃない。はい。じゃあちょっと、行きますか。クエスト行こうよ。クエスト。ちょっと、まあ、あと宿屋行っていいんじゃないですか、岡安さん。あ、俺宿屋。土屋超えるかどうかっていうね。いや、お前を超えるから、まずな。俺は多分超えないと思うよ。いや、なんだろう。いや。少ね、おー、まあ、でも全然だよ、少なくねえよ、防御力も上がってるしまあまあ、そう、上がってたね、確かに。こいつすげえ調子に乗ってんな、マジでマジでさ、こいつハブろうぜ。そうだね、パーティー入れんのやめよ。入れろよ、パーティー入れんのやめよ。したら、パーティーから外す。そうだね、外そうよ、やめてよ、それは。よし、はい、整いました。じゃあちょっとここからは、再び画面戻りましょう、チェンジ。はい、ということで、土屋画面にね、マチューダさん。いや、別に。何なんだよ。またそのポーズかよ。ちょっと早く行こうよ、クエスト。いや、まあクエスト行くと思ったんですけど、ちょっと見てください。こう、なんですか。あれ？なんで、土屋さんも。ちょっと、何？引き上げなってんの？引き上げなっちゃって。強えじゃん。強えからいいじゃん。みんな引くの？いや、こう強けりゃいいゲームじゃないから。強けりゃいいゲーム。何この自分のアバターの見た目を良くするっていうのもある。アバターだぜ、お前が半分押し出てるやつだよ。何？いや、こいつ水着行こうとしてんの。なんでなんで、いいよ別に水着は。え、視聴者も見たいでしょ。いや、これなかなかさ、この脈の水着行く人も意外と行きたいけど勇気もいるじゃん。まあ使うしね、いろいろものも。この動画で再現しましょう。いっちゃおう、いっちゃおう。わかんない。何が出たらいいのかわかんないもの。すげえな、8連だとプラス3。ここら辺出るから、こういったいろんな色の水着。ね、ビキニ。ああ。どれが出るかわかんないでしょ、でも。そう。このね、この無形の、これ、装備して強くなるのかな。これ無形を使って。全然変わってないよ、ステータス。ん？あ、変わってるか、下がる、下がってるよ、ゼロになっちゃってる。あ、これ何、どういうことなんだ、全部下がってるけど。無形のコートとかって、まあでもやっぱ水着も欲しいし、このコートとかも欲しいな、ちょっと。な、なんなの、え、下がんの、なんだ、体力ゼロになって。ちょっとやってみましょう。体力ゼロって書いてある。どういうことだろうね、装備しないのと変わんないじゃん。ちっちゃいやってみましょうじゃなくて、早く行こうよ。なんで魅惑の水着だ。何やんだっけ。あ、そうか、クエストレベル上げたい。レベル上げる。一回行こうよ、これさ、せっかくだからさ。分かった、じゃあ一回よ。マチルダさんが今年の新作の。分かったよ。よし。B ですわ。
ああ毒のクレストかい。全然違う。え、これ水着これ？え、水着じゃないです。クレストです。あ、水着じゃないの？これは武器とか防具にクレストってこのカチャってはめられるんです。うん、でこれ毒の効果がつく。ああ、もう良かったじゃん。これもう並んできちゃってるからさ、もう行こう。いやみんなほらやっぱ見たいじゃん。水着やってるぞみたいな。あ、B。ああ出ねえの水着そして。重いな。あと一回ですか？あと一回？頼むよ。頼むよってか別に出なくてもいいけどさ。まさかこんな出ないの水着。まさか出ねえの、ね、まあ S だったからね。よし頼む、ラスト1回。そうですよ、来い。ナイス C。 より下行っちゃったよ。工具が出た、工具。ショップで買えるよ。はめられたね。はい、やっぱそういうなんかさ、うん、強えのにこういう時間を割くとこういうことになるの。いやもうカットですよ、今の今の出なかったから。カットだよ。うん、関係ないんだもんね。もう行こうよ。行こうよ。何だったんだ。早く。だからもうあお尻に工具つけて行こうよ。それできたよ。ティーバックに、ティーバックに挟めよ。今の下り早送りだろ。早送りだよ。ひどいな今のは。じゃなんか外れの水着とかあんのかなと思ったら、いろんなゲーム実況動画でガチャの見たことあるけど、こんなんなかったよ。ちょっと微妙な水着とかならわかんない。工具関係ないですよ。してね。いいねボタンも押してね。風邪ひくなよ。ツイッターもフォローしてね。バイバイ。 GM コイン